どうも、推しがすべしの日本人アニメリアクター、わさもんです。よろしくお願いします。今年の目標は推しを死なせないことなので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、天国大魔教第2話、2人の告白です。わかんねえ。まあ、前回のおさらい、第1話が、なんか、中と外の世界みたいな感じで分かれてると。で、そこでそれぞれ、二人組がいてっていう話で。で、今、多分、外の世界。で、まあ、お姉ちゃんって呼んでるのと、なんか保護対象のね、なんかあれがあるんだけど、なんか外には、まあ、なんで、怪物みたいなやつがいるんだよ。で、それをね、こう、倒すのがどうのこうのとか。で、中の方は中の方で、なんか、この、外の外ってあるのかなっていうのがあったり、なんかもうわかんないよ。トマト天国がなんだかんだとか。外の世界はあるよっつってなんか外から何だったっけな、そっくりな人が迎えに来るみたいなね、なんかいろいろあったんだけど、もうなんかもうやばいな、これはよくわかんないから、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画よかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。よいしょ。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。あー、わかんねえ。なんかね、まあ俺の動画でもね、コメントはもらってんだけど、もったいないよね。この、やっぱ独占にするっつうのは、もったいねえよ。よく状況がね、理解できない。でもね、なんかその、なんだ、考察がね、なんちゃらみたいな、そういうのはいろいろあるっぽいから、ちょっと、まあ、IQ53 万としても頑張らざるを得ないよね。しっかりやっていこうぜ。はい、それではディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。お、やべえ、ちょっと待って、全画面にしたいのに、なんかイントロをスキップが邪魔をするんだよな。ちょっとこのままにするか。いけるいける。めっちゃかっこいいな。天国大魔教。ビッシュよね。死ぬ要素が多すぎるもんね、これに関しては。マジで、もうすでに何かあったりするのかな、オープニング映像の中だけでも。本編開始。そっちから始まる。まあね。君は誰？いたっけ前。やばそうだ。なんだ。二人の告白。おお。まあ多様性だよね。お、色つけてる。なんか身体能力がすげえな、みんな。前回のあのボール持つってや
別もそうだし。多様性だ。告白だ。こいつが書いたやつがあの外の化け物になってるとかないかな。違う。エッチだ。外。お母さんだ。あいつを倒すんだな。でかくない？しろ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 。はあ。糸。無知。ようよけれたな。なんで見えるんだよ。いない。ウェブ。お母さんやばい。お母さん、お母さん、息子は、やっぱり、でもなんで、どういうこと、息子なの、現実逃避か。
いや、死ぬ。お母さん死ぬ。死ぬ。ほら！ほら！ほら！ほら死んだ。ぐるぐる。すげえ。なんだこれは。核みたいなやつを潰したんかね。キルコマル。船。よう作ったな。怖いね。なんか世界観がエヴァみてえな気がしてくる。こっちは分かんないんだよ。6月23日。
危ないってやめとけって。ういなんで？なんで痛いです。あ、だってしょうがないじゃん。うわ、ああでも同じ症状やな。天国か。じゃない。タバコはあるんだ。ブロマイド。
どういうこと、引き殺した。ん？お、石や。なんか今のなかった。大麻なんだ、あれ。あら、展開が早いんじゃない。はあ、ほう。お、え、終わった？いやあ、遊び同盟。いやあ、なんか書いたやつがなんか実際にあの怪物として出てきてる説ありそうだけどな。違うかね。で、あっちとこっちで2つ分かれてるしよ。でもいつか繋がるんだろうな、やっぱ。
終わった。体は女だけど脳みそは男だから多様性だ。今回はなんか多様性だね。そっか、俺は体も心も男だからちょっとわかんないけど、なんかでも最初の方からね、割とそれっぽい描写あったよね。なんか見た目がね、見た目がまず女の子同士がさ、キスをしてたじゃん。で、なんかそういうのもあったりとか。でもなんだ、あのなんかレースで弟引き殺してうんぬんみたいなのあったけど、中であの病気の男の子を違う？いやでもね、なんかそんな気もするしさ、なんとかさん、あの女の人と、あとあの男の子がさ、なんか体にこう黒い、あざっていうかさ、点々みたいなやつがあったじゃん。中でも外でも発症するのかな？外で発症するはまあなんとなくわかるとして。中の方で発症してるのがよくわかんないんだよな。外から来た人が中に入ってるんじゃない？って考えたらやっぱ弟引き殺したみたいなあれが事実だとしたら、なんかでこう、あの中に入ってっていうのがあったと思うんだよな。でもなんか段ボールのマークでね、学校っていうかなんかあの中、あれがつながりになるとはいいけど、で、耳姫が、なんか落ちてくるみたいなこと言ったけど、上から登場するんかねえじゃん。でもなんか丸も知ってたよ。俺に似たやつがいるから注射をしてどうのこうのみたいな。でも黒い点々はなかったよな。なんなんだろうな。むずいんじゃ。お母さん死ぬって思ったら本当に死んだし、自分の息子守るために見守りっていうか、なんかあれだったんでね。まあだからキルコたちは寝てるからいいとして、その他のね、なんかあの盗賊みたいな人たちがもしかしたら来るかもしれないっていうのでパトロールをしよったんかね。ほらね、大丈夫でしょ、スパン死んだやんけ。死ぬんだよな。でもそう考えたら、なんでマルはヒルコを殺すことができるんだ。なんかね、こう手を当てて、こっからこうなんか言って、心臓みたいな、バッて言って、倒したという。倒した後はどうなったんだろう。わかんねえ。まあお母さんの現実逃避もわかるよ。一人息子だろ。それが丸飲みされたらもうあの化け物が息子に変わったんだって、違う息子があの化け物に変わったんだって思いたくもなるよ。守ってくれるんだっていうふうに思うよ。グロ。でもあの感じで行くんだったらな、別にこれは押し売り云々とかじゃは大丈夫そうだろう。多分誰かのことをいいなと思ったらもう死ぬと思う。やめとこう。今は作品が面白い。とどめとこう。中の方は役に立って、外の方がエヴァみたいな感じだ。むず。結局天国どこなんだろう。で、なんかわかんないけど、急に船乗ってたけどね、どうやって行ってどこに行ってるんだろう。それもわかんねえ。むずいな。でも、面白いから見るか。よし、終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしておりますから、概要欄の方に貼っておりますので、そちらのチェックをぜひ。ということで、天国大魔教第2話、2人の告白でした。ありがとうございました。おー、そういうことね。好きだよっていうのと、男なんだか。なるほど。ならない。